それがこの12月に叶い、そしてなんとお話しすることができて、いや本当に感動というかびっくりというか、本当に素敵なお仕事ができたなというふうに思っております。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。2022年も終わりますが、本当に皆さんこの1年間ありがとうございました。去年の12月に10万人突破して、今年の11月、12月に、11万人になりました。なかなかね、伸びしろがすごくちょっと緩やかではありますが、それでもいろんな方々にまだまだ見ていただけてるチャンネルであることがとても嬉しいです。はい。で、私ですね、今年の2022年の一番初めに、まあ、あるとあるイベントで書き初めをしたんですが、書き初めに目標として、今年の目標として CM 出演というふうに書いたんですね。ちょっと今の段階ではまだ言えないんですが、なんとその夢が叶いまして、目標が叶いまして、 CM 出演を決定しました。おめでとう。はい。で、それと、あとは4月頃から私はですね、出たいなとありとあらゆる方に、会う人にお話をしていました。それがこの12月に叶い、そしてなんとお話しすることができて、いや本当に感動というかびっくりというか、本当に素敵なお仕事ができたなというふうに思っております。まあ、そういうことも含めてね、やっぱり言っていくこと、大小関係なく自分がやりたいことや、夢や目標をいろんな人にお話しするって大事なんだなと本当に身をもって感じました。私自身今までそういうタイプではなかった。怪我をする前まではなかなかやりたいこととか目標を、まあ自分で何でもできるし、自分で何とかできるから、わざわざ言う必要性もないなっていう感じもあって言わなかったんですね。でも車椅子になってからはやっぱり一人でできる限界っていうのもあるし、やっぱり私がやりたいことのレベルっていうのが、どう考えても今の私ができるレベルではないし、その道さえもわからないです。どうやったらそれができるのかもわからないっていう感じがあったんですけど、それでもそのジャンル関係なく、本当にいろんな人にあれやりたい、これやりたい、こうなりたいって言ってた結果が、いろんなことがまたこの1年かなっていろいろ挑戦できたなというふうに思います。なので、なかなかこう自分の思いを口に出すって難しいし、恥ずかしいし、なんて思われるのかなって思うかもしれないですけど、でも言って損はない。別に悪口を言うわけじゃなく、自分の夢や目標を語って損はないと思うので、私のチャンネルを見てる方々って、学生さんから、そして私の先輩の方々、本当に幅広い年齢層の方々が見てくださってるんですけど、年齢関係なく、まあ、若いうちはやっぱりどん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 言った方がいいし、いい年齢を重ねても年だからとか、もう諦めてるとか関係なく、自分がやりたいことを見つけて、思い立ったら行動して、どん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 やっぱ自分の思いを伝えていくことはやっていってほしいなと思います。なかなか一気にすることは難しいですが、少しずつでも身近な方に伝えていってみてはどうでしょうか。はい。じゃあ、そんな私の2023年の目標を伝えたいと思います。2023年、やはりエンターテイメントをもっともっと頑張りたいと思うので、まず1、何個ある、いっぱいあるんですけど、まず1、NHK の枠を飛び出し、ネットニュースの枠を飛び出し、県民賞に出たい。本当これが一番ですね。県民賞に出たいです。やっぱ山形県すごく好きだし、つや姫大使もさせていただいてるので、この山形県愛を語れるところはどこかといったら、県民賞なのではないかと思っております。ね、なんかそこに出れたらまた
一つ新しい道が開けるんじゃないかなと思うので、県民賞に出ることを目標にしたいと思います。そして2つ目はやっぱり私の生まれ育ったタムギマッタをもっともっと活性化させて、いろんな人が訪れる場所にしていくようにしたいなと思っております。はい、まあ、あとは3つ目は何ですか、お仕事っていう部分ではなく、まず海外旅行に行きたいですね。海外旅行に行きたい。で、まあ、その後にやっぱ海外でも、まあ、英語はできないけど私の絵本は海外にも対応しているので、ただ海外のどこかにその絵本を寄贈する、その絵本を持って海外の子供たちに読んでもらうっていうのをちょっと頑張りたいなと。これは絵本に関しては2023年っていうわけじゃなく、やっぱ今後の私の目標として、私の絵本を海外に届けるということをやっていきたいなと思います。はい、まあ、こんな感じで、まあ、やっぱり最後、年最後締めの動画を撮った方がいいかなと思い、まあ、ちょっと真面目っぽく堅苦しい感じにはなりましたが、お話をしました。でも本当に、車椅子のことだけではなく、やっぱり車椅子だからは YouTube でいろいろ発信してますけど、私が今こういうふうに活動できて、いろんな場所にいろんなことで関わらせていただいていることは、車椅子が本当に関係あるのかなと思う自分がいます。車椅子が関係あるんだったら、いろんな人がそういうことをできているはずだとは思うんですが、やっぱそうじゃなく、私の考え方であったり行動の仕方であったりっていう部分があるので、なんかそういったちょっと心のお話というか、まあ、マインド的な話になると思うんですけど、そういう部分でもなんか2023年は皆さんといろんな会話がねできて、皆さんのために何か、皆さんがもっと行動的になれるような心の発信というか、そういうこともしていけたらいいのかなと思っておりますので、本当企画不足な2023年になりそうな気もしますが、またいろいろチャレンジ、SNS の発信もしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで本当に皆さん、まずはこの1年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。はいはい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。
はい。